1524年の新約聖書1550年のクリスチャン三世の聖書から1647年のレーセンスバネ聖書デンマーク語訳聖書はキリスト教聖書のデンマーク語への翻訳を扱う。デンマーク語はデンマークで主に使われていてインドヨーロッパ語族のドイツ語、オランダ語、英語などを含むゲルマン語派のうちノルド書語東ノルド語に属する。デンマーク語翻訳は 三つの時期に分けて理解することができる。16世紀にはルター約聖書の影響が大きく、このドイツ語聖書をもとにデンマーク語へ翻訳が進められた。1524年のクリスチャン2世の死に聖書が出た。1550年にはクリスチャン3世の聖書全書が出て、これは宗教改革聖書とも呼ばれて、デンマーク語の言葉はわかりやすかった。 17から18世紀には、ルターのドイツ語聖書を離れて、原点からデンマーク語へ翻訳が進められた。1607年には、ハンスレイセンによるレイセン聖書が出版された。原点には忠実であったが、一般時には理解が難しかった。このため1633年には、クリスチャン4世が改訂を試み、1647年には、ハンススバネが改訂を行ったが、 この、レセンスバネ聖書は、やはり理解が難しかった。千八百十九年のフレデリク六世の時期に、新約聖書のさらなる改定が、ずっと遅れて千八百七十一年のクリスチャン九世の時期に、旧約聖書の改定が行われた。十九世紀には、一般人、聖書学者から、様々な意見が出された後、二十世紀に入ると、千九百三十一年には、 旧約、1948年には、新約の新しい翻訳が出版された。1992年には、さらに新しい旧約、新約聖書が出版されて、これが現在デンマーク国教会が採用している聖書であるが、冷戦すばね聖書も含めた3種の聖書のどれを使ってもよい。ありがとうございます。